はい、山寺でーす。今日はですね、魚肉ソーセージを使ってですね、屋台風のソーセージの卵巻きを作りたいと思います。もう簡単ですよ、今日はね。この、使う材料はこの魚肉ソーセージ、お魚ソーセージですね。これと卵1個です。これでちょっと作ってみたいと思います。では、山寺のレッツクッキング!それではですね、このソーセージをちょっと開けますわ。ソーセージ開けますわ。別に、普通に開けるだけやからね、何もないんですけどね。うん。開けて何するかといえば、ちょっとね、こいつを、あ、どっからでもオープンできる。あ、包丁出したんやけど、いらんかったわ。どっからでもオープンできる。なんか便利ですね、今この頃ね。うん。結局包丁いらなかったっていうやつだね。一応包丁も用意したんですけどね。うん。あ、そうやけど、まあ、不器用なんでね、山寺はどっちにしても不器用なんで、ちゃんと剥けるかどうかっていうのが心配なんですけどね。よいしょ、よいしょ。よいしょ、なんかうまいこと取り出せたらいいけど。あ、取り出せましたね。よいしょ。うん。はい、これを使ってですね、今から、卵巻き、ウインナーの卵巻きを作りたいと思います。はい、それではですね、早速作りたいと思います。まずですね、まずウインナーですね。ウインナーをちょっとね、炒めるとこから、炒めるというか、ウインナーに火を入れていきたいと思います。ちょっとね、今油を、まあ、油はね、少なめでいいと思いますよ。ね。で、こちらの方、ちょっとね、温まってきたら魚肉ソーセージを乗せますわ。ね。ちょっと温まってきましたのでね、こちらの、一本丸々の魚肉ソーセージを、焼きます。うん。まあ、ほんまね、魚肉ソーセージの方、切り身入れた方がいいと思うんですけども、まあ、もう山寺はね、もう結構ね、適当なんで、はい。これね、今、ソーセージをね、今、焼いてる間に、卵ですね、溶いておきますわ。ね、よいしょ。この間、卵をね、溶きますわ。卵溶きました。で、まあ、ソーセージね、焼いていきましょう。まあまあね、いい感じの色になるまで焼いたらいいと思います。ある程度ね。ある程度焼いた方がいいと思います。うん。もう今ね、結構、まあ、中火ぐらいかな。こんな感じでね。やっぱこういうのってなんか、お子さんとか喜ぶと思いますしね、酒のあてにもなるんですよ。うん。まあ、ただ単にこの、なんていうかな、魚肉ソーセージね、焼くだけでも美味しいですよ。ほら、京阪電車のね、京橋の駅にね、フランクフルトだよ。あ、フランクフルトかあれ。焼いて売ってますやんか、知らないかな。駅のね、売店に売ってるんですよ。1本120円かな。串に刺さってね。あれもかなり美味しいんですよね。あれ買ってきてね、卵巻きにしてもよかった、いいんかなとちょっと思ってんけども。そうやけどね、もっと安上がりでね、この魚肉ソーセージ、4本入ってね、天満の玉出で買ったんですけどね、何本やったかな、まあ、100円も1000かったような気がする。4本入って98円やったかもしれんわ。多分ね、ちょっともう忘れましたけども。まあ、ね、4本で、まあ、100円としても1本が25円でできますもんね。で、卵でしょ?卵もそんな高くないですやんか?うん。ちょっとね、しっかり焼きたいと思います。まあ、しっかり焼けてきたかな?ね。ちょっとね、焦げ目つくぐらいまで焼いてですね。いい感じの焼き色になってきたでしょ、これね。
で、もうある程度焼けたら、一旦ちょっとお皿に のけますけどね、のけて卵を焼いていきたいなと。もうこれちょっとね、焼けたんで、ちょっと一回お皿にのけます。で、ちょっともう一回ね、油をさっとこう、引いて、ね、油をちょっと引いてと。で、ここにですね、今ちょっと弱火ですね。弱火になってますんで、ちょっと、よいしょ。で、これ卵ね。今卵焼いてます。卵焼いてるっていうか、まあ、これなるべく広げた方がいいと思いますわ。広げてね。もうこの時点で、ここにね、ウインナーを戻しますね。ウインナー戻しましたね。うん。もうここからがね、どうなるかですよね、これ。私の技術があるかないのか知らないけども。巻いていくんやけども、まあ、こう、箸でね、こんな感じ。おっ、こういう感じでね、巻くだけですよ。巻くだけ。ね。もうこれでほぼ完成ですわ。この箸をね、どうして巻くかなと思いながら、まあ、これね。あ、もうできたね。うまくできました。なんとなくね。はい。中はね、まあ、好みですけども、別に半熟でもいいと思うんですよ。僕はもう半熟が好きなんでね。これで火止めます。ということで、これで出来上がりましたんで、ちょっとお皿に盛り付けるというか、乗せて、乗せるときちょっと怖いけどね。よいしょ！あ、できましたね。すごい雑い料理ですけどね。ということで、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、これでね、完成です。では、早速です。あ、完成という間に、ちょっと待ってください。これね、やっぱりね、ソースをちょっと塗りたいですね。そうそう。ケチャップでもいいんですよ。皆さんね。まあ、僕はケチャップをね、そのまま、意外とケチャップで苦手なんです。嫌いじゃないんやで。嫌いじゃないけど、苦手なんで、僕はもうこういうソースの方が好きですね。なので、ちょっと、とんかつソース。まあ、今回お好み焼きソースしかなかったんで、ちょっとこういう形で、ね、ちょっと伸ばして、うわ、いい匂いしてますね。もうこれだけでちょっとね、酒のあてになると思いますわ。うん。では、この、できました。これで本間の完成です。では、今から食べますね。はい、こちらがですね、魚肉ソーセージの卵巻きです。ね、ちょっと割ってみましょう。どんな感じになってるか。これ、美味しそうでしょ？ね。では、早速いただきたいと思いまーす。では、いただきます。いただきますよ。こんなね、感じで、ちょっと、今ね、箸で割らせていただいたんで、ちょっといただきますよ。うん。あ、うまっ。うん。割れながら美味しいですね。うん。あ、なんかね、いつもやったら、魚肉ソーセージだけ食べたら、なんか、物足りひん気するけど、これ美味しいわ。もしね、よかったらね、例えばこう、串刺してもいいですわ。焼き上がった後にね。うん。あ、うまい。うん。これはね、うま、あのね、うん。前回ね、フランクフルトでやったんですよ。フランクフルト。魚肉ソーセージじゃないやつでやったんやけども、あれも、かなり美味しかったけどもね、今回のね、このね、魚肉ソーセージいうのもね、意外とね、ポイント高いですわ。うん。美味しい。ほんまにこれね、なんていうの？なんて言ったらいいんかな。ね、表現難しいけどね、なんていうのほら、あれやんすよ。アメリカンドッグの卵バージョンですわ、これ言うたら。うん。アメリカンドッグ、これね、さらにね、ここまで作ってですね、これにですね、アメリカンドッグの生地で油で揚げたらまたさらに美味しくなるんちゃうやろか。今ふとそれを思いましたね。まあ私しませんけどね。アメリカンドッグはちょっと甘いでしょ、皮が。だからあれは多分ホットケーキミックスかなんかでね、作ったら美味しいんちゃうかなと思うんやけども。でも私はもうこれで十分です。これで。うん。こんなの美味しい。うん。だってほら、ね。
卵と魚肉ソーセージですやんか。だからこれ1個作ってもね、まあ、魚肉ソーセージが1本な25円。いや、あれは安いからですよ。うん。普通やったら、もうちょっとするかもしれんけど、もう一番、なんか安いね。うん。やつを買ってきて。で、それにも卵巻くだけですから。なんか卵買って、ワンパック今、なんぼ ?200 円も1000円でしょ。ね。ということは、まあ、25円と卵がま、ワンパック150円ぐらいのを使ってますんで、15円。40円ですわ。40円でこれからできるんですよ。40円。うまい、美味しいわ。うん。もう、卵もね、何の味もつけなくても、十分、このね、魚肉ソーセージの塩分もありますし、んで、一応このね、とんかつソースか。うん。まあ何でもいいですよ。お好みでね、ケチャップでもマヨネーズでも何でもいいと思うんですけど、私はもう、ね、ケチャップもマヨネーズも両方苦手な方なんで、うん。なんでちょっとソースにしましたけども。何美味しいわ。うん。これにお酒があったら、言うことないですね。うん。ただ、僕は、だいたいこの動画撮ってるのって朝なんですよね、実は。今ね、何時と思います？今ね、まだね、6時ですわ、朝の6時10分ですわ、正確に言うたらね。6時10分からこういうのをね、作って食べる男ですからね。うん。まあ、さすがに、この時間からね、家でちょっと飲むのはちょっとあれかなと思うんで、まあ、とりあえずこれだけ食べてますけども。これ、まあ、ご飯のおかずというよりか、おやつか、酒のあてですね。うん。完食しました。うん。うん。なんか、我ながら、美味しいわ。うん。これね、僕の中の一つのポイントは、魚肉ソーセージをしっかり焼くということですね。うん。やっぱり、焦げ目というか焼き目つけてね、しっかり焼かんと、次卵に巻いた時ね、中がね、冷たかったらあんまり美味しくないかなと。うん、僕は、なんか温かいものは温かいうちに食べたいし、ね、そういうあれなんで、やっぱりね、ソーセージはきちっとこう、うん、焦げ目っていうか焼き目つけて、中までしっかりね、暖かくなるようにしてから、卵に巻くと。で、卵はもうね、ささっと、さっきみたいにね、ほぼ半熟みたいな感じの状態で、ね、ソーセージこう乗せたら、もうひっつきますんでね、ソーセージに卵がひっつきますんで、もうそれでくるくるっと巻くだけですわ。もう箸でね、箸で巻くだけなんで、そんなに難しくないし、まあ僕でもできるやつなんでね、僕ができるぐらいから、もう皆さんの方がもっとできると思いますんで、一度ちょっと試されてはいかがでしょうかね。やっぱ卵を使うと、卵って神やね。卵は神。うん。もう何でも、こう、美味しいですね。卵でごまかしが効くというか、なんかあれか分からへんけどもね。うん。ちょっと今ね、やりながら思ったんやけど、これね、このままね、今の状態でね、パンに挟んでもいいんちゃう？ドッグパンに挟んでも美味しいと思いますよ。うん。卵、ウインナードッグパンみたいになって、一石二鳥やと思いますわ。結構太いからね、魚肉ソーセージって、なんか食べ応えがありませんか。だからそれをちょっとね、ロールパンとかほら、なんとドッグパンやな、ロールパンはちょっと短いからあれやけど、うん、ドッグパンにね、挟んで、ちょっとホットドッグ風にして、やるのもいいんちゃいます？うん。やっぱちょっとパンはね、オーブントースターでちょっとね、1分ぐらいちょっと焦げ目つけるぐらいでこう焼いたらまたさらに美味しくなると思いますよ。あ、これはね、なかなかね、自分の中ではね、ちょっとお気に入りですわ。うん。ということです。いつもですね、山寺の YouTube のチャンネルを見ていただいて本当にありがとうございます。またね、もしよろしければ、チャンネル登録の方もしていただくと、今後の励みになりますので、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。